はい、お疲れ様でございますね。お疲れ様です。本日この配信日は12月23日土曜日でございます。明日はねクリスマスイブ、皆さんどうお過ごしでしょうか。ケントはお仕事でございます。はい、ね、私は何をしているかね、それはちょっとまだ未定でございますけどね、はい、皆さんにまあクリスマスプレゼントってわけではございませんね。ちょっとあの私のどうしても作りたかったものね、オートバイ以外に作りたいといえば、はい、これでございます。あ、ね、コーストラインキャップ、はい、ね、今回私の大好きな迷彩ね、これと黒、はい、ね、これちょっとね今回ちょっといろいろね、あの前のとガラッとデザインを変えて、はい、そして、ね、後ろにはこれスパナ、あ、いいですね、スパナのバッテンがあるわけですね。それでこの2種類、はい、だから私はもう最近もキャップバッグかぶってるんで、釣りの時はこれね、オートバイに乗る時はこれとか、あ、ね、分けたりしてるわけでございますけど、はい、ね、キャップだけではございません。 T シャツもデザインにはまり込んじゃってる、はい、ね、はい、もうちょっと困ってるんですよ。もう作りたいものが山ほどあって、その中で今回、前回も作ったんですけど、はい、エンジンシリーズ、あ、バイクの、そう、はい、で車の顔面シリーズ、あー、この今2つがもう面白すぎて、はいはい、次から次へとちょっと今お願いしてるんですけどね、ちょっと順々に紹介したいと思います。はい、第1弾、はい、ね、これが背中、はい、これ悩んだんですよ。このコーストラインカスタムリペア、はい、そしてスパナのマーク、はい、これの文字は車用、車とバイクで文字を分けたんですよ。あ、すごいですね、はい、そしてね、今回、はい、これチェイサーちゃん、あ、いいですね、私が乗ってるチェイサーちゃんね、もうで、ここに前回ガレ横とか入ってたんですけど、はい、新しいニューバージョンはちょっと入れてないです。あ、本当だ。でね、前回はここにね、ガレ横って入ってたんですけど、はい、これもね、スパナに変えたんです。ちょっとニューバージョン、いいっすね。ね、それでもう今後ちょっともうめちゃくちゃ作りたいのがあって、はい、だからもう GX6171 とか、はい、もういろんな、俺がだから当時好きだった車をもう全部作ろうと。じゃあまだまだ、そうですよ、たくさんあります、ね、それでもう結局これも50ずつ作るんで、はい、だから今回 XL20 の、L を30、はい、作るんで、おいっぺんに10種類とかだともう500枚とかになっちゃうから、はい、俺のもう懐が寒すぎて作れないんですよ、はい、で今回車をシリーズを3種類、エンジンシリーズを4種類、あ、だいぶ、そうです。そして俺がもうどうしても作りたかったやつが一種、はい、どうしても作りたかったやつ、はい、これはスタッフ T シャツにしようと思ってたんですけど、はい、ちょっとね、思ってた以上にいいんで、これもねちょっと紹介しようと思ってるんですけど、はい、じゃ続きましてね、はい、ね、これは当時私が18歳の時、はい、高嶺の花だった車なんです。高嶺の花、はい、はい、もう欲しくて欲しくて、それでやっぱり飛びとか、はい、やってバリバリ稼いでるやつは意外と買ったり、あ、で俺は働いたり休んだり、はい、働いたり休んだり、お金がないわけで、ね、それ当時53年式だっけな、4年式だっけな、は58万で、はい、日産のレパーと L 型を買ったわけですけど、はい、ね、その時ね、の同級生が何台も持ってましたよ、欲しかったソアラ、あー、ソアラ、はい、はい、後期型のソアラ、俺はソアラが好きだから前期型も作る予定ですけど、この今回は後期型、はい、ね、作ったわけですよ。やっとね、当時そのグラチャンなんかで、はい、藤沢街道走るわけです、はい、246走るわけです。その時友達が隣にね、ソアラで着くと、もう多分まあキッズインカム24なんですよ今考えると、バーンって単車みたいな音するわけですよ。俺のレパードはちょっと太い音するんですよ。
ね、それです。早いの、ソアラも。おお。だから、まあ、ソアラいいなと。はい。ね、ダブル X いいなと、よく思ったわけでございますけどね。だけど、俺もソアラは絶対買おうと思ってるんで。もう一番効きますね、はい、ソアラが一番効きます、僕の動画で。だから、もう年末年始から、はい、北海道からね、持ってきた、はい、GX71、あれをスタートさせるんで、はい。ね、あれが全部終わって、最高の快音を轟かすようになって、まあ、車検2年取るんで、はい、それが、車検が切れたら、次そうです。だいぶ先ですね、はい、だけどもう車体は買うから、車体は買っとかないともう買えない、まあ、まあどんどん高くなっちゃって、確かに、ね、だからまあその71を乗りながらソアラを作っていこうと思ってますけど、はい、あ、いいですね、ね、もう私が欲しいのは2000の GT ツインカム、はい、サンルーフ付き、はい、ね、これでございます。おお、ですから売ってもいいよって人はちょっと声かけてくださいね。あ、まだ見つかってはないわけですね。見つかってないんですね。かっこいいでしょ。いや、かっこいい、ね、で続きまして、はいね、はい、これはおいおいおいと思うかもしれませんけど、はい、ローレル、お、ローレルね、これ佐田くんのローレル、ああ、まあまあ確かに、ね、はい、まあ、佐田くんのローレルですけど、はい、私これあの YouTube やる前からね、はい、まあ、あの僕の周りの人はみんな知ってますけど、はい、やっぱりあの箱坂とかケンメリとか、はい、このローレルっていうのはやっぱり俺の中ではクラシック化すぎるんですよ。あ、ちょっとやっぱ俺の年代だと、はい、やっぱりソアラとか、はい、ね、クレスタとかそういうハイソ系なんだね。これは俺の一つ前の世代、あ、ね、だから俺が中学の時とか、はい、地元の公園とかでもうタイヤがなくてライト周り何にもないようなやつ属車がよく捨てであったんですよ。あ、そうだから俺がもう中学校の時には、はい、もうその結構上の人なんかが乗り回してたから、あ、それだけど、はい、俺の知り合いがやっぱりケンメリとかハコスカとかを買う中で、はい、横畑君も買いなよと言われてたわけですよ。その時何買うかと言ったら俺はローレルって言った。おー、ね、ローレルはやっぱり属車だから、やっぱりちょっとケンメリとかハコスカの上品さがあるわけよ、はい、どっかね、やっぱりGTR の血統でしょうね。うん、やっぱ GTR っていうのはもう要は生粋のね、レーシングカーでございますから。こいつはね、はい、S20 のエンジンが乗らなかったんですよ。はい、なぜならローレルだから、はい、ね。本来はもう L 型積んでるわけですから L20 もおそらく乗るんです。はい、だから私がこいつを乗るとしたらよ、はい、ね、ベタ車庫にして、はい、ね、ここに330のライトちょっと継ぎ目にして、はい、S20 のツインカムエンジン乗せて走り回りたいと思ってるんですよ。あ、もうちゃんとあるんですね。まあ、ちなみに S20 のエンジンを俺はがあるところは2箇所知ってますから。ちゃんと目星ついてるんですね。目星でもむちゃくちゃ高くてちょっと手が出ないんですけど、だから私はまあ佐田君がよ、はい、本当に年狂ってローレルを売るようなことがあったらね、ちょっと買おうかと思ってます、はい、じゃないと俺がほら本当に買ったら、はい、マジでちょっと追っかけみたいでキモいです。まあ、まあまあ、ね、バイクだけじゃなくて、そうそうそう、だから俺は本当はペケチエも乗りたいけど、はい、ちょっと佐田くんが乗ってるから遠慮してる部分もあるわけ。確かに、ね、そうですね。だから私はちょっとこういうね、ネオクラシックっていう私の世代ですよ。ソアラ、クレスタ、マーク2というね、はい、だけど本当にその70年代の古い車を買うとしたら俺はローレル一択。おお、はい、続きまして、はいはい、続きまして、はい、ね、こちらになるとまたロゴが変わるんです。見てください、ちょっとこれ、あ、ね、本当だ、ちょっとアーリーキャッツみたいなね、ローライダー的な文字ですけど、はい、ね、ここにモーターサイクルファクトリーガレージ横畑って入ってます。おー、ね、はい、モーターサイクルファクトリーガレージ横畑っていう場合はもうバイク関係、あ、なるほど、ね、ちゃんとそこで、そうです、使い分けてるんですね。となるとじゃじゃん、エンジン、あ、いいですね、ね、はい、ここにコーストライン、ね、入ってて、モーターサイクルファクトリー、ね、ガレージ横当たって入ってますけど、はい、このエンジン、ね、CB400 ホア、はい、正直僕 CB400 ホアって全然興味がないです。ちっちゃい、あ、そうですよね、やっぱり中学なんかの時は憧れましたよ、はい、結構上の先輩が乗ってたし、なんかもう周りにもいなかったし、なんか硬派っていうイメージがあったんですよ。やっぱりその日照機が似合うオートバイ、はい、つったらもうやっぱ4フォアだったんで、実際見るとむちゃくちゃちっちゃいし、はい、で4フォアってこれ何回も私言っててね、ほんとちょっと怒られるかもしれないですけど、はい、直感にすると音がめちゃくちゃちっちゃいんですよ。
ね、だから1台とか2台で走ってる分にはいい音するんですよ。はい、クワーってもうあの枯かすれるようないい音するんですよ。だけど直感だとめちゃくちゃ静か。だからあたりはちょっとやっぱ目立ってなんぼだったんで、はい、4本っていうのはまあ好きですよ。だけどまあ自分では乗らない。なぜならむちゃくちゃちっちゃくちっちゃいプラス音がちっちゃい、ね、だから乗らないですけど、はい、あの本当にいいバイク販売したオートバイを僕100キロ乗るんで、はい、その時に動詞のねワインディングとかを走ったりするわけですけど、はい、本当にいいバイクです。もうクイックね、音もいいしハンドリングもいい、ね、だからこれやっぱり旧車イコール4フォアみたいな人もいるんで、はい、4フォアを作ったわけです。いいですね。そしてほら私たちのお友達で黒瀬君と慎吾君がいるんで、ね、あー確かにその2人に、ね、4フォア乗りプレゼントしてもいいかなと思って一応作ったわけです。いいですね。ね、4フォア4フォアって言ったらねやっぱこの液パイね、これですね、芸術的、はい、はい、だからこのね液パイは絶対につけてくれと、はい、一応言ったわけでございますね。4フォアと来たらもうこれでございます。はい、ね、4フォアの血統を継いでると言っても過言ではないです。 CBX400F ね、まあ55かもしれませんけどね、これもやっぱ液パイが綺麗なんですよ、はい、CBX って本当にみんな集合感つけちゃいますよ、はい、井上とか RPM とかよね、森脇とか吉村とかいろんな集合つけちゃいますけど、やっぱりホンダさんが本気で作ったっていうのはこの液パイを見ればわかりますよ。やっぱ液パイがクロスしててこんなにお金をかけたのに、はい、こんなに捨てられたマフラーはないんじゃねえかぐらい、はい、ほんともったいないね、はい、それが CBX400F でございますけど、はい、ほんとね僕もうすんげえいろんなオートバイ乗ったんですよ。だ当時これのライバルと呼ばれたというか同世代で言えばヤマハは XJ、はい、で川崎は Z400GP、 鈴木は GSX400F とか、はい、GSX400FS インパルスね、それぞれホンダが CBX なんだけど、はい、やっぱり、ね、頭が1個抜けてた。やっぱ速いし、はい、あの操作性はいいし、まあ、暴走族にもめちゃくちゃ人気でしたよ、はい、ね、クラッチは柔らかいし音はいい、コールは切れる、めちゃくちゃ人気でしたけど、はい、もうね一般のおじさんおばさんから教習所の教習者とか暴走族とかもういろんな方に愛されたバイクじゃないですかね。あ、本当にいいバイクでした。あの乗っても自分が本当上手くなった感覚になる。だけどあんだけ暴走族に乗り倒されて、はい、まだあるかっていうぐらいね、あるっていうことはもう相当折れたんだなと。あ、確かに潰されてない、うん、もう ね、 そうね、びっくりするぐらい属車では潰されてますよ、はい、もう俺も言うても本当何台乗り倒したかな、はい、CBX ってやっぱり意外と回ってきたオートバイなんで、はい、上の先輩とか周りの普通のおじさんとか、はい、それで俺なんか意外とピンポンしに行ったんで。ピンポンしに、要はあのナンバーついてない CBX とかピンポンっつってこれ売ってくださいとか押しかけたというか。そうそうそう、だから、日曜日の朝方は、はい、俺はもうあの深夜のクラブ活動で忙しいので日曜日の朝だと意外と人がいると思って朝行くのよ、はい、ピンポンっつって、このバイク持ってないんだったら売ってくださいとか、はい、そうすると大体いいよ5000円でとか1万円でとか持ってっていいよとか。すごい、まあそれは私すごいやってました。ホークとか、はい、ね、いろんなバイク、だからね4フォアの後に、はい、なんでホンダが2気筒になったのかが不思議なの。あ、バブとか。そう、400で4気筒の後2気筒になって踏まずまってこれ。あ、ね、だからスーパーホーク3あたりで4気筒のエンジン積んでたらめちゃくちゃかっこいいんじゃねえかなと俺は思ってるんですよ。はい、でまああのバブっつうのはもう属車にはなくてはならない、はい、ラーメンの鶏ガラスープみたいなもんだから、はい、絶対になくてはならないんですけど、はい、ね、ホーク2の後スーパーホーク3で4あの CBX のエンジンでも良かったんじゃねえかなと俺は思うんですよ。っていうのはあの CBX のちょっと今は人気あるのかもしれないですけど、あの陰謀とディスクっていうのが俺昔大嫌いで、はい、ね、だから CBR になってディスクホイールになった時はちょっと歓喜したもんですよようやくこれ来たかと、はい、だから VF400 インテグラはあのブーメランのコムスターにディスクブレーキだったんで、わ、これつかねえかなとかもガキの頃はよく思いましたけどね。続きまして、はい、ね、ほんとこれちょっとほんとね横に作りすぎだよと思うかもしれませんけど、はい、もうこれでも作りたいもの5分の1ぐらいしか作ってません。めちゃくちゃ作りたいんですよ。はい、ね、これは GT。ああ、ね、はい。これはね、クラッチのとこが丸いから GT55 ですけど。
ね、この頭のところはね、サンパチとかと共通ですから、はい、やっぱり僕は GT サンパチね、 GT55 はよく乗ってますから、これはどうしても外せないなと。だからね、本当にね、やっぱね、高いしすぐ買えるもんじゃないんですけど、はい、やっぱりね、この2サイクル3気筒っていうのは1回乗るべき。やっぱり4気筒とか2気筒って今の世の中でもあるけど、はい、2サイクル3気筒ってやっぱこれだけ唯一無二なんですよ。川崎のマッハシリーズとか鈴木の GT シリーズ、はい、これしかないんで。そして集合チャンバーの音はとにかく感動的でございますから、一度ね、ライダーとして生まれたカールにも乗ってみるべき、はい、でございます。はい、それでね、俺もうちょっと一つ、もう一つの悩みがあったのが、はい、ちょっと前にするかね、後ろにするか。後ろにすると単車乗った時に、はい、いや GT 乗ってて GT のT シャツがパッて見えるのがかっこいいかなと思ったんだけど、はい、やっぱりちょっと俺なんかパーカー着るのよ、日焼けが嫌だから。あ、夏場でも。そう、薄いやつを着るから、はい、要はほら降りた時前の方で見えた方がいいかなと。ああ、確かに夏場でも T シャツ1枚よりかは羽織っちゃうから。そう、俺は羽織る派なんでね、はい、要は日焼けが嫌だからね。だからここら辺はちょっと好みが分かれるね感じですけど、はい、でも今後私はもう全部前でございます。ああ、いいですね。でもね、前前でもやっぱ十分存在感があるから、そうでしょ、いいですね。そうでしょ、はい。それでこれなんかほらロンティの上に重ねて着てもいいしね。ああ、確かに。ほら冬なんかさ、長袖のヒートテックとか着るから、はい、その上から着てもいいわけです。いいです ね。最後の1台、はいね、とりあえず今回最後の1台お、ね、これはもう私といえば、はい、江口洋介ですから。あ、ね、はい、GS400、はい、ね、今回唯一の2気筒。本当はあのね、ホークと悩んだんですよ。あ、2気筒ホークだったら、まあ宇野くんにねプレゼントもできるし、か、確かにね、どうかなと思ったんだけど、やっぱここでね、ちょっと GS を入れないっていう選択はなかったんですよ。まあ確かにね。だからまあ私はね、ちょっと GS400 っていうのは、はい、当時暴走族ビデオがいっぱい出始めて、やっぱ GS って結構乗ってる人いたんですけど、僕絶対に俺 GS 乗ろうと思ったのは、はい、その当時暴走族ビデオでね、横浜の暴走族の方が暴走族ビデオ、はい、ね、もうパステルカラーの GS で、はい、ふたた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 
校でも話しましたけどね。ありましたね。はい。ね、もう当時やっぱりあの GS の音っていうのはやっぱりその吸い、今では吸い込みって言いますけど、はい、当時はその吸い込みみたいなのは言わなかったんですよ。あ、そうなんですね。そう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 、はい、だけどあの GS の音は独特で、意外と僕たちはもうあの音いいよなとかで話してましたけどね。そして、はい、これが最後の1個。はい、最後の1個。今までは車とバイク。そう、これは、はい、もう本当にこれすっげえ、ね、一番いいんですよ。一番いい、はい、はい。何がいいって、今年の夏めちゃくちゃ暑かったでしょ。はい。37度、38度。めちゃめちゃ暑かったですね。その時に一番着てたのが、はい、ジャストン T シャツなんですよ。ああ、確かにそんな気しますね。はい。整備してる時とかでも、はい、意外と俺ジャストン T シャツ着てたんだよ。確かに。はい、っていうのは、今まで紹介した T シャツもそうなんだけど、はい、物はすごくいいんだけど、厚手なの。だから真夏が意外と暑くて、単車乗ってたりする分にはいいんだけど、ここで作業してる時は暑くて、はい、それで俺は中丸くんのからもらったジャストン T シャツを着てたんですよ。意外とあれは結構薄手だったんですか、っていうか着やすかったんですか、ね、すっげえ着やすかった。あ、そうなんですね。おじさんが、はい、そのマジで、はい、これ気をつけた方がいいけど、はい、速乾の T シャツとか着て、はい、乳首ポチンみたいな、あれ完全に俺の中ではセクハラなんだよ。いやマジで、まあ、まあ確かにおじさんの乳首ポチン大っ嫌いなんですよ。まあまあ、本気で。だから俺は意外とエアリズムとか中に来たりしてるわけですよ、はいはい、ね、大事です。そうです、はい、そんな中、はい、ドンお、ドン、もうジャストンのパクリです。あ、コーストラインになってる。そうです、すごい。もうパッと見ジャストンだ、ね、すごい、はい、もうパクリです。めっちゃ、ね、めちゃめちゃパクリですね、はい、これ。しかもこれは T シャツも全部、はい、ジャストンのパクリです。あ、生地もですか。生地も、なぜならこれはジャストンのチャラ兄、はい、中丸くんと、あの真逆のチャラ兄に
お願いして作ってもらったんですよ。すごっ、はい、俺だからこれ別に5枚とかでも作ってくれるから、はい、あね、はい、それでも良かったんだけど、ちょっとこれはみんなに着てほしいのよ本当にいいから、この生地の良さと、この生地の良さ、それで中丸くん の、 あの常に溶接してる、はい、ね、中丸くんこれ毎回着てるから。いや本当そうですよね。そう、あ本当にこのね、あの中丸ジャストンシャツ、はい、ね、いいんですよ今回は、はい、このコーストライン、はい、このロゴね、これだって看板もこのロゴだから。ああそうですね、確かに、まあ、今ねもう看板もボロボロになっちゃいましたけど、はい、でエイジングひどすぎる天然エイジングになっちゃいましたけどね来年の夏は、はい、俺も釣りとか、はい、意外と多分これ着てると思う、あ、ね、はい、でというわけでですね、はい、今の帽子が2種類、はい、ね、T シャツが 1,2,3,4,5,6,7,8,8 種類、あ結構ありますね、はい、ね、これを、12月の23日から販売しようと思います。お、ね、創作欲が今高まってるんですよ。だから俺は、はい、ほらそういうおすぎとか佐田くんみたいに DIY もできないし、はい、ね、ああいうのもちょっとセンスもないんだけど、ちょっと今回のはめちゃくちゃいい出来じゃねえかと思って、はい、いやいや確かに、ね、ですし、まだまだこう動画内に出てきたバイクたちもないやついっぱいありますもんね。そう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 、だからまあ少なくとも、はい、やっぱ日本車当時の70年代80年代の日本車のエンジンって、はい、やっぱりちょっと芸術機械美があると思うんですよ。確かに。そして綺麗だった。車もやっぱり70年代80年代っていろいろ尖ったね、はい、デザインがあるんで、そういうのもねどんどん作っていきたいと思います。アメリカなんかだとこういう T シャツ多いんですよ。だからアメリカのイベントなんか行くと、はい、もうシボレーとかコルベットとか、はい、そういうのが全面に書いたね T シャツとか着てる人も多いですし、ああいいですね。だから俺もこういう T シャツっていうのは、はい、そのバイクオーナー車オーナー意外と欲しいんじゃないかなと思って、確かにね、今回ちょっと作ったわけでございますけど、はい、ですから速攻で売り切れれば、はい、まあ私はありがたいですけど、はい、一応まあ12月の23日から年始、はい、休み明けまで売りに出します。おね、それで早く売れちゃった場合は申し訳ございません。そして早めに購入してくれた方に限りましては、極力年内に発送しようと思っておりますので、いいですね、はい、はい、以上火水木あたり、はい、もう金曜日になったらうちももう最後の日なんで、もう年末ですね。年末です、本当年末、もうあっという間の年末、あっという間ですね。そうだから一応26、27ぐらいで、はい、発送できるものに関してはしますんで、お、はい、だからまあ数があるからいいやとかではなく、できるだけ早めに買っていただいた方が年内に届くと、いいです、そういうことでございます。あ、それでね、はい、まあ、今回 T シャツが8種類って言ったよね、はい、ね、だけど結局前 Z1 祭りで作った T シャツがね、はい、まだ3種類5着とか10着ぐらい、それがまだあるんで、あの大吾さんとかが来店した時に見せてたやつ、はい、あれがまだちょっとあるんで、はい、それも今回ね、はい、出そうと思ってますんで、 あのモデルに関しては、はい、もうあの字体も違うんですよ。あの時はもういろんな字体作るつもりで、はい、ね、デザイナーさんと話して作ったんだけど、はい、結局デザイナーさんと話した結果、これ今後何種類も増えていったら字体大変ですよみたいな話になって、あ、じゃあもうちょっと2種類に絞ろうっていう話になったんだけど、あのいろんな字体がね、はい、ある中のあのチェーサーと、GT と、はい、僕の Z1、 この3種類がまだ数着あるんで、はい、それも一緒に出しますから。あ、なるほど、はい、ですから、新作8種類プラス既存のが3種類、お、いいです、それがありますんでね、ちょっとというわけで T シャツ欲しい人いたらどうぞご購入ください。それが私の次のコレクション購入費用と変わりますので ね、はい、ね、というわけで、はい、ね、2023年ありがとうございました。そしてね、うちの新作の T シャツももしよければご購入ください。ありがとうございます。